埼玉スバル株式会社は埼玉県埼玉市中央区に本社を置く自動車ディーラー。埼玉県内でスバルの新車、中古車を販売する。メーカー系ではない地場独立資本の会社であり、展示施設として日本航空館の運営も手掛ける。イメージキャラクターはハヤブサ。埼玉スバル自動車イメージキャラクターのはやぶ九1948年10月26日。 埼玉県与野市に埼玉、ラビットスクーター株式会社として設立。創業者、吉沢勲は元、大日本帝国海軍の技術商工で、戦後は日産自動車に勤務していた。そんな折、元中島飛行機の技術者であった親族から、スクーターの販売を進められる。そのスクーターは、後の富士重工業である、富士産業のラビットスクーターであった。 吉沢は1947年、まず疎開先の栃木県宇都宮市で事業に着手し、1948年に埼玉県与野市で販売店を開業した。1962年には社名を、現在の埼玉スバル自動車株式会社に変更。一時は、現在の東京都港区高輪にも出店したが、現在は埼玉県内においてものみ店舗を構えている。 埼玉スバル、所沢店スバル拠点を15店舗、中古車センターを7店舗、サービスセンターを4店舗展開する。日本航空館は、埼玉県行田市にある博物館。国道17号、三田橋交差点から約5キロメートル、自動車で約10分間。先玉古墳公園にほど近い、埼玉スバル自動車の整備拠点、埼玉ガーデン内にある。 富士重工業製のジェット機 T-1、初高の実機をはじめ、富士重工業の前身、中島飛行機による一式戦闘機、春の模型、その他自動車、オートバイに関する資料などを展示している。日本航空とは無関係。埼玉県のスバルファンによるコミュニティとして、埼玉スバルクラブがある。1959年に発足し、ツーリングやアウトドア、 工場見学などの行事を開催している。事務局は埼玉スバル社内に設けられており、入会希望者は埼玉スバル各店舗から入会金、年会費を添えて申し込む。会員特典として、自動車整備料金の割引や、スバルの月間自動車情報誌、カートピアの購読料金の無料化がある。 埼玉ブロンコスオフィシャルカー1966年ヤマハ特約店として楽器店カズユキ楽器を設立したのを機に多角化経営を進め関連会社でファルコングループを構成している2016年現在の埼玉スバル自動車以外の所属企業としては以下のものがある日本航空館に関するカテゴリーありがとうございます